さあバイソンボイカーとなりました。さあヘッドを重物に出してゲッタムで下段で突っ込め、バスケ攻めないな、ジャンプこれはうまい。さあ次は投げたらもう一回バックステ。さあ画面端行ったのはミーバイソン、セリ2から中段狙いに行く。とりあえずミスラット押し返したら最速ヘッド、これは逃さない。セリさん打ち切りを、おっと恐れバックステでかわした、よく見てた。おっとなんか漏れたか、バックストを狙ったんですかね。ヘッドからさあ飛び出し5番ヘッド、さあ投げて、さあバイソンの投げは非常に高性能ですが、ね、こう意外にこう普通に出すとわからないっていう、まあ読み合いですけどね。はいと。さあ今度はバックスマイのターンパンチから投げる EX と割り込んでいたが、ヘッドではなかった模様。さあ防御時の選択肢として EX のヘッド、ダッスとスマッシュ等あり、それぞれ長所短所があってですね、まあ EX の突っ込む系は投げに負けるという感じで、さあヘッドだと、ガンバルで危ないですけど投げにも勝てるということでね。そしてさあ飛んでいく、例えばさあ EX ザッパーを狙いに行ったがしゃがんでいた。さあお互い削り合って、削り合って、さあターン EX の下段、さあ EX の下段はアーマードフトがついてかなり隙が少ないので、これはヘッドよく見ていた、ちょっとしっかり決める。なかなかとりあえず近づくしなとしては優秀です。さあや大きめの出しっぱ狙いに行ったがかわされていた。さあ下段に突っ込め、中段が取る、ダイヤシャツ繋がらない。 EX でとりあえず安全に削る、セリダメージ回復してダッシュアップストレート。さあしかしとどめを簡単には刺しにいけないでしょう。お互いちょっとずつ削って削って、コパン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 。さあ勝ったのはカビガ族、確かダストの隙って3フレだよね。ということなので一応バイソンのコパンは見直しではありますが反撃になるということで、スシタは出ないんじゃないかということなので、バイソンの同キャラではダストをめり込ましてもいけないというね、本当にダストの距離でやんなきゃいけないんですけども、そうするとバックジャンプや垂直ジャンプで狙われてしまうというなかなか深い読み合いがあるんではないかなと思ったりしてました。思ったりしました。はい。